はい、皆さんこんにちは。カプキ店主の玲子です。今回から YouTube チャンネルを始めるということで、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ちょうど10年前、2013年に、まあ、ちょっと、きっかけがあったのよね。で、それ話すとすごい長くなるから、ちょっとここは端折らせていただくんですけど、まあ着物屋をやろうということになり、まあ、全然自分でもそれまで着物は普段全然着ないし、まあ、着たとしても、まあ、子どもたちの卒乳だったりとか七五三の時に一緒に着るとか、まあ、夏の浴衣はちょろっとは着てたかなっていうぐらいな感じで、まあ、基本全然自分じゃ着物を着れるような人ではなかったのね。なんだけれども、まあ、着物をやろうっていう話が進み、そうね、まあとりあえず何から始めようかなってなった時に、まあ、着物が着れないと着物屋やれないよねみたいなところから、まあ、2013年、ちょうど夏ぐらいから準備を始めて、翌年2014年の3月に、今のお店の3軒隣の、川沿いの、お店で、オープンしました。そうだから、わざわざお稽古に行ったりするっていうのもちょっとなんかピンとこなかったから、よし今日からもう毎日着物を着ようって思って、でちょうどこの時期だったからもう浴衣を1枚買って、で朝起きたら YouTube 見ながら、こうやって着付けストップとかやりながらやって、で着た後にたすき掛けそれこそして、子供たち学校お弁当だったからお弁当作って、でその後お家のお掃除だお洗濯だとかして、で一日それで過ごすみたいな生活を始めて、でやっぱり毎日着るとだいたい1週間目ぐらいで、あもう YouTube 見ないでも全然着れる、半幅帯とかだったらっていう感じで、浴衣から、夏物の着物着て、で秋にはちゃんと合わせの着物お太鼓も結べるぐらいまでなってた。着物を着るととりあえずこう漏れるからなんか洋服でいる時よりも周りの人たちが優しくなるっていうのはありましたね。であと、まあなんだろう、ちょうどだから10年前だから43歳、なんかね40に入った頃ってなんか洋服難民じゃないけどファッションがなんかしっくりこなくなる年頃だったの。まあ結構そういう話も多いんだけど、でなんか流行りのお洋服着てもちょっともう無理がある年頃になってきたし、かといって何ハイブランドのお洋服をそんなね毎日着るような生活じゃないし、なんかピンとこないわと思ってた時にその着物っていうのが身近になって、でそれはすごいね、その後のこのまあ10年間あ着物着ててよかったなっていうふうにいろんな面で思います。そうだから、着たい着物がなかったの。まあお店を開くにあたって、ちょっと他にどういうお着物屋さんがあるんだろうとか、まあ、いろんなことをもう検索したんだけど、いわゆるザ・お着物っていうのはね巷にたくさんあったんだけれども、なんかファッションとしてこう自分が着たいなって思う着物がほぼ見当たらなくって、それが逆になんかすごいやる気になって、なんかお洋服のセンスすごいいい方なのにお着物になった途端にもうなんか人格変わっちゃってるんじゃないみたいな人とか結構いて、いやいやそれおかしいでしょうと思って、別にお洋服で普段モノトーンでかっこいいお洋服着てるんだったらそれをそのままスライドして着物に落とし込めばいいのに、なんで急にみんな着物になるとパステルカラーになっちゃうのとか、花柄なんて、まあ、今日は花柄着てるけど普段お洋服で花柄とかそうそう着ないのに急にお着物になったら花柄とか、ちょっと全く意味が分かんないと思って、でそれであこれはなんかすごい可能性あるなって逆に思っちゃった。
まあ、基本的に当時はそのモノトーンの黒い着物とかもうそういうのとかほとんどなくって、でそういうのをだからさっきも言ったように、お洋服と同じ感覚で着れるお着物、だからファッションとして楽しめる着物っていうのをやっぱり皆さんに届けたいなって思ったのと、あとやっぱりなんだろう、ささっと着れてちゃっと出かけるじゃないけど、やっぱり着物って着付けに何十分かかって部屋の準備がどうでとか言ってもすごいいろんな意味でこう着るまでのハードルっていうか高いじゃない。だからそういうのをとにかく下げて、いかに簡単に着れてかつ楽ちんで着れるっていうところが着物を着るに必要なことだなって思ったので、その辺は全てにおいてこう意識して商品作りもそうだし、商品のセレクトもそうだし、あとはその仕立てシルエットとか、やっぱり着物って自分でデザインシルエットデザインできちゃうものだから、その辺はやっぱりすごいこだわってお客様にご案内してます。もう話し出したらすごい止まんないかも。そう、カプキがオープンしたのは2014年なんだけど、その4年後の2018年に、振り袖、当時はユエンっていうちょっと名前でやってたんですけれども、振り袖のブランドを立ち上げて、だから今年で5年目になります。で、やっぱりちょっと前のお店がかなりこう小さいお店だったので、振り袖と通常のカプキの着物を一緒にこうお客様に見せることができなくて、年にだから何回もこう総入れ替えをしているような状態だったので、そうなると振り袖の時期はカプキのお客様商品見れないし、それの逆もまたしかりで、だったらもうちょっとなんか広いところないかなと思ってたら、2年前に、まあ、コロナでここの物件前の方が出られてて、まあちょっとねかなり大きめで大丈夫かしらっていろんな意味で思ったんだけど、でもまあえいと思って2年前の7月にこっちに移転しました。カプキのことをたくさんの方に知ってもらいたいなっていうのもあるんですけど、まあ、あとは着物ってこんなに楽しくって楽なんだとか、こんなのもありこんなのもありみたいな、そんなことを皆さんにお届けできればなと思ってます。じゃあこれからも皆さん、更新していきますのでよろしくお願いいたします。